Francis, Radio Thailand World Service. Broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイがウェルネスリトリートで世界最高の国に選ばれました。タイ投資委員会への投資申請は今年上半期2100億バーツとなりました。調査でほとんど全ての家庭で借金があることが分かりました。保健当局は変異株オミクロンにはより注意が必要だとしています。それではまず初めのニュースです。タイがウェルネスリトリートで世界最高の国に選ばれました。アジア太平洋市場向けの旅行と観光ニュースポータブルであるトラベルデイリーニュースのウェブサイトによりますと、タイは世界のウェルネスリトリートの国の中でトップにランクされています。レジャー関連ウェブサイトスリンゴがトリップアドバイザーのレビューに基づいて健康のリトリートに最適な国のリストを発表しました。健康のためのリトリートのスコア10点満点中、タイは総合ポイント 9.5 ポイントで健康的に老後を過ごす場所を探している人にとって理想的な場所とされています。アジアのスパの中心地としても知られるタイには、世界で最も心休まる豪華な保養地があります。ウェルネスリトリートの第2位はインドネシアで 8.5 ポイント、モルディブ、メキシコ、インドがこれに続いています。この発表では、ウェルネスのアクティビティについても評価しています。ウェルネスアクティビティでは、モルジブが一番となっています。スパとウェルネスのアクティビティは29件で、このうちの 88.73% が星4つ以上の評価を得ています。第2位のタイは、全部で2673件のウェルネスとスパのアクティビティが選べ、星4つ以上はこのうち、73.02% となっています。最も高く評価されたアクティビティは、南部スラータニー県タオ島のオーシャンサウンドで、プロによるヨガとティラピスのクラスが提供されています。タイ政府はタイがウェルネスリトリートの世界1位になったことを歓迎しています。アニキャ政府報道官は、今回の評価はタイのヘルスツーリズムを国際水準に引き上げるために、協力してくれた官民双方のおかげだとして感謝の言葉を述べ、これはタイに対する好意的なイメージを高めることにつながると述べています。次のニュースです。タイ投資委員会への投資申請は今年上半期2100億バーツとなりました。タイ投資委員会によりますと、タイ投資委員会の特典付与を求めた企業の今年上半期の総額は2100億バーツを超えたとし、特に自動車産業、デジタル部品産業の成長が大きかったと報告しました。タイ投資委員会によりますと、上半期にタイ投資委員会の特典付与を求めたプロジェクトは784件で、前の年の同じ時期と比べると 4% 増加しました。しかし大規模なエネルギー事業の申請があった昨年と比べると、総額では 42% 減少しました。
今年上半期に対投資委員会に申請があった外国からの直接投資プロジェクトは395件で、総額は1300億バーツで、台湾からの投資が361億バーツで、最も多い投資となりました。東部経済回廊に絞ってみると、217件のプロジェクトで1048億5000万バーツが投資されます。東部経済回廊は、ラヨン県、チョンブリー県、チャチェンソン県の3県にまたがっているもので、県別で見ると、ラヨン県は86県、チョンブリー県は110県、166億9000万バーツ、チャチェンソン県は21県、266万バーツのプロジェクトを予定しています。また、タイ投資委員会は、4つの大規模なプロジェクト投資に対する特典付与も承認しました。中国企業による178億9000万バーツのバッテリー及びプラグイン式電気自動車製造、タイ石油公社による180億バーツの天然ガス生産、キティプーム社とサンティプーム社による43億1000万ドル規模の海上輸送プロジェクトとなっています。次のニュースです。調査でほとんど全ての家庭で借金があることが分かりました。新型コロナの感染拡大や景気の低迷で経済的な影響が長引き、タイ人の生活に影響を及ぼしています。新型コロナの感染が始まって以来、生活費の高騰に直面しています。タイ商工会議所大学が先月行った調査によりますと、ほぼ全ての家庭がクレジットカードや個人ローンなどの形で債務を抱えていることが分かりました。調査対象となった1350世帯のうち、世帯月収の平均が5万バーツを超える世帯では、収入が支出を下回っており、99.6% の世帯が借金を抱えていることが分かりました。主な債務はクレジットカードや個人ローンのほか、自動車、住宅などの大型の買い物です。中には事業を継続させるために融資を受けた世帯もありました。タイ商工会議所大学によりますと、債務額の平均は1世帯あたり5万1711バーツで、これは過去最高値となっています。調査対象の世帯は、主に合法的な方法で融資を受け、月平均1万2800バーツの返済を抱えていました。対象世帯の 65.9% が収入の減少、景気低迷、生活費上昇のため過去1年間にわたり返済スケジュールが守れなかったと回答しています。政府には低金利融資、職業訓練、債務管理や財政規律に関する知識を提供してほしいと望んでいます。タイ商工会議所大学経済ビジネス予測センターのタナヤット学長は、この調査結果は、家庭債務が全体的に増加しているにもかかわらず、合法的な融資を受ける方が良いことを示唆していると指摘しています。タナワット学長によりますと、記録的な家計債務は、経済状況と生活費の上昇が主な原因となっています。金融機関が金利を維持しているため、不良債権の状況は厳しいものの、観光客が増え、経済が急速に回復すれば、このような状況は来年初めから解消されていくだろうとの見通しを示しています。次のニュースです。保健当局は変異株オミクロンにはより注意が必要だとしています。新型コロナは世界的に感染者が増加している国もある一方で、重症化率や死亡率も下がっているとされており、国家感染症委員会は新型コロナを現在の危険な感染症から10月には監視下の感染症に格下げすることを決めています。しかし保健省保健局は、タイ国民一人一人に対し、感染対策を以前と同じように観光するよう呼びかけています。アメリカメリーランド大学の研究によりますと、新型コロナの変異株オミクロンは、他の変異株に比べ小さく、オミクロンに感染した患者の飛沫に含まれるウイルスの量は多いとしています。オミクロン株は飛沫に含まれるウイルスの量は他の変異株よりも5倍も多いと指摘しています。この研究は、チュラロンコン大学医学部のヒーラ教授のチームと共同で行われたもので、
そのため現在、新型コロナの感染を予防するためには、フェイスマスクと換気がさらに重要だと強調しています。また、アメリカやヨーロッパの研究者によりますと、20歳未満の子どもや青少年における新型コロナの後遺症の有病率は約 2.8% と予想しています。平井教授は、身体障害やアルツハイマーなど、持病によって生活の質が低下している人もおり、実際はコロナの後遺症の数は報告されている数よりも、もっと多い可能性があると指摘しています。長期間にわたるコロナの後遺症は、子どもたちの倦怠や自閉症と同じように、生活に影響を及ぼすかもしれないと懸念しています。成人のコロナ後遺症では、女性の後遺症は男性の2倍の数に上るとしています。平井教授によりますと、新型コロナの後遺症には、呼吸器の症状、認知症状、体の痛み、疲労、感情障害などが挙げられており、後遺症と認定された場合、症状はさらに多くなるとしています。平井教授は、この情報はコロナの感染が世界中で長引いている中、解決しなければならない課題であると述べ、後遺症もまずはコロナにかからないよう適切にマスクを着用し、感染を防いでほしいと呼びかけています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。ラジオタイランドの一般放送は毎日台時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。本日の放送は終了いたしました。That completes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time, or 1300 to 1315 GMT.